さらに盛られたアダナケバブマンガルで焼かれるアダナケバブ。アダナケバブはキーマケバブとも呼ばれひき肉を長いてつぐしに刺し、トルコ風のバーベキューであるマンガルの炭火でローストされた肉料理でケバブの一種である。アダナの名はトルコ大王の大都市であるアダナから来ており、もともとアダナやメルスインなどの都市部やトルコ南東部ではキーマケバブの名で知られていた。オスマン帝国以来の歴史から、 キーマケバブはトルコ以外にもシリアやイラク等多の地域でも広く食されており、それぞれの土地オリジナルのキーマケバブが存在する。アダナケバブ自体は2005年2月以降、原産地等生古賞が適用されアダナケバブの名称をつけて商品として提供できるのはアダナ商工会議所の審査を通り認可を受けたレストランだけとされている。1950年代以降、 他のトルコの大都市や国外にも広がったが、アダナケバブの解釈や質が一定でないことにも、因している。アダナケバブのオリジナルである、キーマケバブはスパイシーな味というわけではない。欠かせないお油 ZRH で切り刻まれる肉、キーマケバブは、もともと自然な環境で地の植物を飼料にしたオスの、ラム肉を原料によく洗浄し、ケバブの構成に欠かせない羊の油を混ぜて、 寝かせてから作られている。その後、ZRH と呼ばれる大きな包丁を使って細かく切られてから塩や赤胡椒が加えられ形作られる。状況に応じてスパイシーな緑唐辛子やニンニクなどを加えることもある。串刺しにするときは少量の水が使われるが、串刺しにする段階はケバブにとっては肝心な工程で、 適切に行われていないと焼いている時に串から肉が剥がれたり炭の中に落ちてしまう。通常多くの炭火の残り火で弱火で焼かれ、焼き上がるように串を回し赤身から茶褐色に両面焼けてきたら出来上がりである。溶けた脂肪は燃えさしには落とさず、串焼きの後平たいパンに集め、後で温める。あだなケバブはサラポーシャインに盛られるか、ドゥルム DR メートル。 と呼ばれる平たいパンの上に盛られる。あだ名ケバブの付け合わせとして焼いたトマトや、緑や赤の唐辛子、千切りの玉ねぎ、パセリ、スーマックが添えられる。通常、あだ名やメルスインでは、メゼが、ケバブと一緒に出されている。アイランや赤カブ等から作られた飲み物シャルガムが、上飲されている。ありがとうございます。